はい。おはようございます。こんにちは。こんばんは。サンロードの花園です。えそれでは、2023年の5月の16日ですね。ホッドキャストを始めていこうと思います。今日はね、火曜日ということもございまして、ファミリーマートの新商品もね、色々とご紹介しておりましたけども、ね、今回ですね、ファミリーマートの従業員の方々とね、動画撮りました。ね、あの、ダンスもいたしまして、私ね、もうダンス、 始めてっていうかね、まあ、したいなーって思ってたんですけども、まあ思うだけでね、なかなかね、できてないって感じだったんですけどもね、まあ簡単なね、あの、チーカーのね、あの体操とかは踊っておりましたけどもね、ね、で、今回ね、あの、アイドル踊ってみたんですけども、やっぱりね、<laughs> もう難しかったですね。もう手がね、伸びないんですよね。なんだろう、やっぱりね、こう、 手をね、伸ばすところがね、やっぱり曲がってたりとかしてね、なんか手曲がらない、伸びないし、またね、ここ、これ、くっつかないやんって感じでね。ね、ダンスの振り付け師とかね、今日一緒に踊ってくれた方なんかね、もうここくっついてるんですけども、自分全然くっつかしいって感じでね、もうなんかダメやな、体硬いなって感じでね。もうちょっとね、これからいろいろとね、ダンスもしていって、 でちょっと体は柔,らか柔らかくなればなと思っております。ついでに痩せればいいな <laughs> と思っております。はい。でね、他にもちょっと撮影いたしておりまして、ダンスの方はですね、本日配信いたしましたけども、他の方がですね、また後日、ね、明日か明後日ぐらいには配信できるかなって感じですね。ちょっと明日編集頑張ってしようと思いますんでね。でね、もうほんとやっぱり、 ね、そういう今回いろんな方々とねすることによりましてやっぱりいろいろなアイデアが出てきますよねもうね自分の年齢とか自分一人だけじゃね出てこないことがですねもうどん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 出てきましてわあね一緒にしてて楽しいなって感じですね自分でできるとかって感じですけどもねね これからもね、ちょっとファブリーマートの従業員の方々とね、いろいろとしていきたいと思っております。なのでね、ちょっとチャンネルもね、どうしようかなと今思っておりまして、の TikTok の方は特になんですけども、ちょっと独立させようかなと思っております。 ね、もし独立させてサブチャンネルってみたいな感じで配信するようになりましたらね、改めてお知らせしようと思いますのでね、よろしければフォローお願いいたします。YouTube の方も独立させた方がいいかなって感じですね。そしたらね,、まあ、ね、商品紹介の方はね、今までのチャンネルでしていって、まあ、サブチャンネルでね、そういう企画とか、いろいろダンスとかもね、していけば面白いかなと思っておりますのでね、これからも私ね、 いろいろと若い人たちとね挑戦していってまあ元気をもらってね頑張っていきたいと思っておりますはいということで本日はこれで終わりたいと思いますご視聴いただきましてありがとうございましたまたですバイバーイ